こんにちは。遥かなる時の中で八王子を、続きをプレイしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、私の記憶が確かであれば、今夜、寝て明日になれば南の札を手に入れるイベントになるんではないかなと思いますが。おはようございます、巫女様。昨日はよくお休みになれましたか？おはようございます。今日はどうなさいます？あれ7日でしたっけ、やっぱり私としたことが、じゃあ今日も自由行動が許されたということですね。書いてないでしたっけ？書いてないですね。そうですか、わかりました。では今回も外に出て自由行動だな。今日は友政さんと、そうですね、じゃあ札を集めるというよりも術など取りに行きましょうかね。そうするとエーセンさんを連れていくことにしましょうかね。エーセンさんは通常攻撃よりも霊力が高いので強力な術を持っていった方が有効だと。まあ問題は南じゃないといいよね今日行けないから。あった、あ、2ちょうどいいですね。2と33はちなみにありますか？もう一気に取ってしまいたい気もしなくもないんですが、33333。ここか。いけませんね。まあいけない上にちょっとレベル6の敵倒せる自信がないので、じゃあ今回は2のミドロが縁、いや、ミドロが行きましょう。水属性だから、まあ友政さんは特に関係ないから打撃で攻めますかね。変える。じゃあ始めようか。属性が同じなので苦しい戦いになるかもしれません。ユエコは攻撃した方がいいですね。ナイス。よくやったね、この調子で頑張ろう。これめったに友政さんに言わなかったと思うのですが、ちょっとこれ生意気って言われるから、まあ試してみましょう。君がどんな目で私を見ていた、あ、やっぱりね、分かる気がする。すいません、ごめんなさい。やっぱりこれはダメだったか。エーセンさん大丈夫かな？そんな聞かないですよ。じゃあこれはちょっとご機嫌を取るために応援しましょうか。頑張ってしっかりして力を貸してにしましょう。なんとか、あ、いっぱいある。友政さん力を貸して。大丈夫、心配しなくとも頑張ってあげるよ。ああ、大いに上がった。機嫌を直してくれましたね。これは全体攻撃ですか？いやですよ。ああ、あれか、身を縛るやつ。頑張って2人。よし、解けた。これでいける。やりました。勝利は収めたものの、このような戦い方では、あ、いえ、何でも。勝てたのは巫女殿のおかげかな。うん、そうか、戦闘後のセリフって応援の後のあれ、集中力でしたっけ。あれ次第なのか、ターンがどうとかいうよりも。さあ、これは巫女、この地には天の玄武の力が宿っているようですよ。よし、ウバクキ。どんな術かは次の戦いの時に使うことがあればですが、お見せできると思います。じゃあこれからも頑張っていきましょうね。イエス、
取れました。どうしましょうかね。札集めするにはやっぱり同じ属性の人2人がいた方が心強いので、まあここは敵を倒して、そうですね、敵を倒していきたい。だから水属性は火に強いから、でも火はゴン弱い、ゴンは言葉が、不自由になってしまいましたが、神鴨神社の敵レベル4か、ちょっとな、3ぐらいがいいな。じゃあ2位の3ぐらいの敵いたら、うわ6、ここか、ゴン属性か。まあやってみますかね、カツラ。まあ確かにトモアサさんとずっと行動しているとゴン属性の敵と避けがちになるので、五行の力ね、五の力上げていくっていう意味でも今のうちに取っておきましょうかね。古川、同属性のようだね。巫女殿には悪いが長引くかもしれないね。勝てると良いのですが。さてどういう展開になるでしょう、この場合。ありがとう、友正さんが受けてくれると一番助かる。まあ真ん中ですから素直に心配してみよう。巫女殿こそ無茶はいけないよ、任せてほしいね。よし、中くらい、しばらく攻撃してみよう。減りが弱いな。しかし持久戦、お願いだから無理はしないでにしよう。衛生さん、巫女をお守りすることが八王としての務めですから。小上がりか。いやいや時間がかかるが、今2人がかばってくれたおかげでこちらのダメージが少ない。ナイス、その分攻撃、真ん中だな。まだ気を抜くわけにはいかないようだね。小上がり、結構減るな。頑張れ頑張れ、いかんいかん。しかしここは攻撃は最大の防御と申します。先に倒してしまう。ナイス、勝利は収めたものの、このような戦い方では、あ、いえ、何でも。勝てたのは巫女殿のおかげかな。やっぱりこれ集中力でしたっけ、このゲームの場合。集中力ですね。説明書を見ました帰りましょう。集中力が高いと色良い戦闘後のお言葉が聞けるということですね。巫女様、明日は巫女様の物意味なのでお出かけはできないんです。よろしかったら八王の方々のどなたかとお過ごしになられたらいかがでしょうか。そうしましょう。そばにいると八王の力が巫女様を汚れからお守りするはずですわ。文を書かれたら届けさせますわ。では誰を文に送ろうかな。友正さんです。紙は銀色が好きだったりということですね。で花は今回ね、前回手に入れましたね、木蓮の花。これ友正さん好きなんですよ。起きましょう。完璧ですね、これは。きっと。お香は炊いてありますね。お香大丈夫ですね。これもね、友達さんが好きなお香が手に入って。あ、現在、びっくりした。これですね。これなんだっけ。これです。じゃあ寝ましょう。
明日が楽しみですね。おはよう、巫女殿。おはようございます、友房さん。まだまだ幼い姫と思いきや、あんなしゃれたお誘いをしてくるとは嬉しかったよ。そんなに喜んでもらえて嬉しいです。よしよし、花の成果が出たね。今日は聞きたいことがあるんです。いいですか？私でよかったら何でも聞いてくれていいよ。鬼の一族っていつ頃からいるんですか？どうしたんだい？これはまたいきなりだね。私、鬼の一族のこと全然わからないから知りたいと思って。ふふ、いいことのは首相だね。では私の知っている範囲でお話ししよう。ね、真面目な話を振ってしまいましたが、鬼と呼ばれる一族がいつから京にいたのかはよく分かっていないんだ。昔は京の人々と小競り合いなどがあったようだがね。大勢いた鬼の一族は数も減り、私が生まれた頃にはほとんど見かけなくなったらしい。じゃあ鬼の一族って本当に数人って感じなのかな？そうなんじゃないかな。そしてここ数年で急に不穏な動きを見せるようになった。本当に今日支配するつもりなのかな。どうして鬼の一族が嫌われているの？鬼の一族と今日の人たちは昔から憎み合っているの？顔で選ぶか。なんでこれ笑顔なんだろう。どれがどれ、何か思う心とかに影響するとか、ちょっと予想がつかないですね。じゃあ真ん中でいきますか。顔で選ぶ。それで鬼の一族はどうして嫌われているの？100年ほど前にも鬼は京の結界を怪我し、大きな被害が出たらしいね。じゃあそれからずっと嫌われてるの？そうなんじゃないかな。それがどうかしたかい？まあね、100年の間和解の機会はなかったんでしょうかって。ううん、ずいぶん長い間だからいろいろなことがあったろうなって思って。ずっといがみ合ってるのってどっちも大変だろうな。私はそんなことを考えてもみなかったよ。やっぱり君は優しい姫君なのだね。確かにね、100年いがみ合っている当事者同士だと何の疑問も思えずね、生まれた頃から敵対している相手って、親の代からね敵対してたら思うよね。嫌だなこいつって。そういうところが私を、いや私の心に響いてくるのだよ。分かった。でもそうやって考えたら、こうして一日家の中で過ごしていていいのかな。まあね、その時優子みたいな人が現れたら、ね、代々の対立和解できるのかもしれない。物意味の日は珍しいからね。巫女殿の力が弱まる日に危険を犯すわけにはいかないだろう。じゃあ何かお話ししてくれませんか？そうだ、友政さんって私と出かけない日は何をしてるんですか？聞いてみよう。最近毎日出かけてるからね。どうしてそんなことが聞きたいのだろうね。隠すことでもないが、私はこの F というところに出資しているのだよ。まあまともに務めを果たしていることの方が少ないかもしれないね。巫女殿は心配しなくても大丈夫だよ。心強い人たちがついているじゃないか。姫君はいてくれるだけでいい。それが私の力となるからね。はい。もう夕刻だからね、そろそろ失礼するよ。ということで、結構たっぷり話せましたね。ではおとなしく寝ることにしましょう。おやすみなさい。おはようございます、巫女様。昨日はよくお休みになれましたか？おはようございます。よく寝まれました。でもね、ふかふかベッドじゃないですからね、この時代は。硬そうですね。朝早くからお迎えに来た方がいらっしゃいますよ。巫女殿、
私に声をかけたりしてはくれないか。ああ、やっぱり今日一日君のお供をさせていただきたいものだが。今までのプレイでは心のかけら手に入って誰かが来たらみんなイベント見てたので結構誰が来るかわからなかったんですけれど、向こうからやっぱ一人に絞るとその方が来てくださいますね。では、なるほどね、姫君の支度が済むまで待つとしようかな。だ八王将で誰かを攻略したいっていう時は、まあ、周回プレイの特性上八方美人にならない方がこうやって機会が得られる、そんな感じですかね。外出します。どうしようかな。どっちでも行けるようにするか、高道さん呼んで強力に行くか、バランスで行くか。まあ術が足りないと思ったらその時に考えればいいか。じゃあ高道さんと一緒に行って札も確保できるような布陣で行きましょう。じゃあ友政さんって術どこまで覚えてましたっけ。ちなみに3だけね。はいはいはい。ただ3が出るところは大体敵が強いから今は避けたいんですよね。まあ無理に戦う、術とか札を駆使して戦いたいっていうね考えもあるんですけれどもね。どこ？あった。レベル5の木か。ゴン属性に木っていいんじゃない。これいけるかな。いや前苦戦したもんな。あでも行ってみますか。この際多少術にも余裕があるのでね、最悪の場合それに頼るとして行ってみましょう。勝負勝負。かまいたち、これなんか苦戦した曲がある。思ったより楽そうな相手だね。この音量なら案ずることはありません。私にお任せください。確かいやらしい全体攻撃使ったんですよ。だからちょっといつでも術が使えるように。もう術使えるじゃん。どうぞ。どの術を使うか。気力を奪う星攻撃、星による攻撃。やっぱこっちの方が強いんですよね。まあ一発これ打って様子を見るか、応援する前に。友政さん、聖昇神を使いましょう。それでいいかい。巫女殿のために私も頑張らないとね。きらめきよ、貫け聖昇神。これは術やっぱ使わないとダメな感じでしたね。痛い。こっちに来んの、こっちに来んの一番嫌なんですけど。これ回復だな。自分に頑張らなくちゃ。よし。あ、いいですね。攻撃を封じるんだっけ、弱くするんだっけ。おや、あ、封じるやつ。攻撃してこないね。誰かに見とれているのかな。カマイたちがトモアサさんに見とれてたの、すごいですね。どうしよう。まあ応援、いつでもトモアサさんの術で一発で肩がつくようにトモアサさんを応援しなきゃな。力を貸して上がったんだっけ。力を貸して。必死な姿もまたいいね。頑張るとしますか。よし、これ当たりだ。大いに上がる。大丈夫か。結構効いたな。しかしまだいける。132でしょ。総攻撃開始、行け。来た。これ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 
これなんか嫌だった気がする。どー大丈夫じゃないけど勝てる勝てる、あと一撃、まだ平気だよ、心配しないで。あーって言うとな、書いて下がる気がないから、これでいこう。大丈夫と言われてもね。ダメか、もっと、あ、ごめんなさい。あー、下がっちゃった。巫女殿、あとは私が、お任せください。あ、高道さんには良かった。よし、総攻撃、あと1だよ。当てれば勝ち、当てれば勝ち、当てる、うわーナイスなんで手に汗握る展開になってしまった。あと1、そうか。あ、でもファインプレー、高道さんありがとう。もう1回、あー焦った、冷や汗かいた。危ない。いや、ユギ子が友達さんに来てたり全体攻撃だったら危うかったですね。勝てたのは巫女殿のおかげかな。危ねえ。いや、苦労して倒しました。よし、おや、これは巫女殿、この地には地の脈鼓の力が宿っているようだよ。よし、神聖無双大将軍、すごいのがすごいですね大名字に匹敵そうな。どんな術かは次の戦いの時に見せてあげるよ。じゃあこれからも頑張っていきましょうね。いやー焦った。よし、まあでも札も五行の力も最小限の使用で済んだのかなという気がします。ではゴン属性2人いるから札めくりしましょうか。でもここ取った、全部取った、全部取った、全部取ったと思うので、ここまで微妙だな。スザクモン取った気がするんですけど、もう一回行ってみましょうか。札めくりして回復の札を補充しましょう。あれ、まだ取ってないか。では本気出しましょう。パーフェクト賞狙えるから。よし、集中小中小中小中は米がいい、小中白小中白小小中白小小中白小小しょで、これで取るとまた言い方が変わるから、あの覚え直すのが大変なんですよね。中白中白、ほんとこの手の中白紙、神経衰弱大嫌いなんですよね。中白紙紙、あ、ラッキー。中白小中白小中白小中中白超中中白小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 中ってことはこれ中か。でこれでまた変わって白小白小に白小に白小に白、待って、白小に白白小に白ってことはこれで勝ち確定。よし、やりました。ああ、よかった。どんな問題？すべての札をめくれるなんてすごいね。さすがは龍神の巫女、私も嬉しいよ。よかった、さすが巫女殿ですね。こういうところでね、あの心稼いでいきたいですね。まあ、ちなみに私が一番好きなカードゲームはあの花札です花札、恋恋が大好き、うん、この紙誰が好きなんでしょうね。まあ確かにお手紙なんてもらえないですからね、今の時代。お手紙もらうと確かに嬉しいですよね。
まあ、私事ですが、割と私手紙書きます。年賀状のお返しとか、年賀状で返さずに手紙返します。 本当の話。さあ、帰りました。寝る前にしておくことあるかな。特にないですね。念のため、情報で友佐さんの、そうか、札めくりしても5行の力が上がるんですよね、確か。じゃん。思う心4になりましたね。信じる心も、もう少し戦闘を重ねていってあげていきましょうね。4ぐらい、今のうちに到達しておくといいんじゃないでしょうか。で、術も全部習得したし、いい感じですね。さて、じゃあ明日ですかね。札の日、本当の札の日。書いてないかな。7か、なんか、そう。3かなと思ってたんですけど、7っぽいですね。じゃあ明日何か動きがあるかな。そういうことで時間もちょうどいい具合になってますね。では今回はこの辺とさせていただきましょう。個人的には札めくりとか戦闘とか、ものすごく楽しいので 勝手に楽しんでしまっていますが、私、このタイプの8王将とか1とか2の戦闘タイプ大好きなんですよね。なんか考えながらできるから。でもちょっとね、動画的には退屈な感じになってしまっているかもしれませんが、それは申し訳ありません。それでもね、見てくださる方いらっしゃいましたら、ね、ありがたく思います。では、この辺にしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。それでは失礼します。